これはもうまさにどっち系でしょう、ね、本当にパワー対決ですよね。チャンヒョンといえば伸びた、バリ強い伸びた。 My stamina is more good knock out 顔面にトラック来ると思っとったらええと思う。うっとう突き倒す準備しておきます。俺なんかパワー型とやらせすぎでしょ。俺をほんまに俺の脳みそ壊したいんかな。もうそれがライズですからね。まあ次のパワー型は見た目クソ弱そうなのにバリ強いから、チャンヒョンといえば伸びたよね。バリ強い伸びた。パッて向き合ったらなんか何も喋ってないですけど、アイコンタクトで伝わったんはおはようやったんですよ。だからおはようございますって僕初めてお辞儀しましたもんね。なんか殺気がなくなりました。初めて会見で油断しちゃあかんからしっかり体を仕上げますけどね。 I like のび太 character, but のび太くん always crying ドラえもん so, I don't want to cry I can keep training, can'tKeep training because of government restriction. More functional training. Not just for bodybuilding. It is for fighting. Yeah. やっぱ最初倒されたらもうブランクで距離が分かんなくて、やっぱそれまではね、カズマずっと KO で上がってきてるし、感覚も研ぎ澄まされてて、距離の感覚でもらってしまいました。チャンヒョンも倒れたことないですから。ただやっぱり自力があるんで、あそこで焦らずに5ラウンドあるからコツコツとロー当ててって言って、それで久しぶりの試合でボコボコに KO で勝ってるんでしょう。って考えたら多分すごいと思いますね、ほんまに。まあ俺の次ぐらいになるんやろうけど、すごさは。まあ軽量オーバーするまでは60のベルト巻こうと思ってたから、まあチャンヒョンは頭に入れてたし、唯一やりたいと思ってたし、その時だからもう好都合やけ上げてくんのやったら、タイトルはかかってないけど、もうただのタイトルマッチやと思うから。I think about Nakamura Khan. Yeah. Maybe I will fight with him because fighting style is same aggressive style. Nakamura Khan.Is more powerful than me, I think. And but stamina is my stamina is more good. で中村も多分今まで回ったことないような攻撃力もらうと思うんですよね。でチャンヒョンも逆に同じような階級で初めてのようなパワーを感じると思うんですよ。チャンヒョン完全どっち系になります。これも完全 KO 決着だと思うんですよ、この試合。顔面にトラック来ると思っとったらやと思う。なんか似たようなもん同士。バッチバチの打ち合いになるやろし、どっちのアドレナリンと脳みそが持つかっていう。ノックアウト。Whatever, I want to make an exciting game. Knockout or not? まあみんな
まばたきはする暇ないと思う。どつき倒す準備しておきます。